アミューズ YouTube をご覧の皆さん、こんにちは、海翔馬です、この度、2021年ミュージカルロミオ&ジュリエット、ロミオ役を演じさせていただくことになりました。イエーイ。このアミューズにはですね、このロミジュリという世界を経験した先輩方がたくさんいらっしゃいます。その中で今回一人の方にお話をしていただける機会をこの場に設けることができました。その方はですね、2019年にミュージカルロミオ&ジュリエットでマーキュー氏を演じられた平間宗一くんです。ありがとうございます。弁当振りで、はい、改めて平間宗一です。よろしくお願いします。平間宗一さん、2017年2019年、ミュージカルロミオ&ジュリエットマーキュー潮役としてご出演。2020年のミュージカルレントでご一緒した宗一さんと、今回はロミジュリについてお話しさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか久しぶりな感じがなんか違う作品のことについてさ、はい、レントで一緒だったから話すっていうのが変な感じだね。確かにね。じゃあ早速、はい、ロミジュリについて聞いていきたいと思うんですけど、はい、ロミジュリがオーディションで決まったと伺ったんですけど、うん、どのような思いで当時臨まれてましたか？どんなだったかななんかすごい、はい、もうオーディション会場行って人がバーって並んでて、次々こう入っていって受けてるっていう映像はすごい頭に出てきてて、で小池さんがいて、でなんかもう前にも出てたから小池さんの作品には、うんうん、なんか宗一来たかみたいな感じでいて、じゃあもう踊りとかは分かってるから、うんうんうん、もう歌だけだなみたいな感じの、でなんか歌歌った時にマブの女王かなんかの高い最後の部分がやっぱりきつくて、うんうん、何回もなんかそこを平間もう帰れもう帰れみたいな感じでやらせてもらって、うんうん、まあいざ決まったっていう時はうわ多分ギリギリだろうなみたいな感じで、うんうんうん、なんか一生懸命後期がやってたのも知ってるし、うんうんうん、こうなんかオーディション絶対次俺がやるんだと思って受けに行った記憶あります。もうマーキュー氏を役で受けに行ったんです。うん。ああ、そうなんだ。そう。オーディション今回。オーディションです。もちろん。やば。それはロミオで受けて。ロミオで受けて、それこそ小池さんもいたし、うん、もういろんな大人がいっぱいいるし。一人だった。会場一人でした。入った時。その時は一人でしたね。おもうでも、もう緊張しすぎて僕もほぼ覚えてないです。やば。世界の夫僕は怖い歌って、うん、でその時に練習してたオペラを、うん、中途半端に練習してたんですよ、その時、うん、そのオペラの発声方法が必要だなって自分で思ってて、うん、で練習中ぐらいの感じで言ったんですよ、うんうん、練習してますみたいな。そしたら歌ってって。うわ怖っ。過去2回マーキュー潮として出演されていますが、うん、平間さんにとってこのロミオ&ジュリエットはどんな作品ですか？分かって、それまではそのミュージカル大きいのに出させてもらったりとかしても、うん、その大先輩方がメインというか、うん、なんかちょっとした役で出させてもらったりとか、うん、あんまり話を背負ってないことが多かったけど、うん、ロミジュリはなんかその若手の方がこう頑張って物語を引っ張っていかなきゃいけなくて、なんか一生懸命になれた舞台かなって。な、まあ、その他がそうじゃないっていうと違うんだけど、うんうん、なんかこう若者メインってあんまりないじゃん、うんうん、なんかみんなそれぞれ大人たちが背負ってたりなんなりあるけど、もう若手だけでこう話を引っ張っていくっていう、うん、なんか熱い舞台だなっていうイメージがあります。僕も DVD とか見させてもらったんですけど、うん、なんかすごいリアルに若者たちが楽しそうに仲良くしてたり、うん、喧嘩したりすごいリアルに映ってて、ね、すごい楽しそうって思った記憶が。そう、なんか、なんだろうね、みんななんか大人たちもいて、うん、若者は若者の役どころをやるみたいなとこが多いけど、うん、今回はもう若手に好き勝手やってもらって、うん、もう脇のその大人たちの大先輩方にしっかり支えてもらってるみたいな、収集をつけてもらってる。そう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 、はちゃめちゃになったとしてもここでこう収まるように、うん、なんかすごいこう勉強にもなる、うん、全力でぶつかれる、失敗してもいいんじゃないかぐらいでこうトライできる、うん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 、なんかミュージカルだなと思います。あ、でもそういう風に見えましたっていう、ね、やりたいようにやろうみたいな、うんうんうん、マーキュー氏を
演じられた時苦労されたことは何ですか？いやもうあの自分でもそのまあやんちゃみたいなイメージマーキューショーにはあるから、うんうん、なんか中途半端にならないぐらいもうなんか悪をやっちゃえばいいんじゃないかみたいな自分の中であって、はいはい、でミュージカル歌うとかも関係なくしゃがれ声でセリフ言っちゃえみたいな選択をしたがあまりに歌がきついっていうすごかったそのね、いや決まるだーって言ってたもうちょっぱなの一発目から声いたみたいな喉いたみたいななるからそうそうそう見たことない総一さんがいました髪もすごい色してたし、ね、いや恥ずかしい。いやいやいや。でめっちゃ昔なんだろうなと思ったらまだ 2,3 年前でしょ。そうですよね。ねだって2019年とかね。だから今やれって言われたらちょっとできないかもしれない。いやいやいや全然ですよ。そんなことね。マーキュー賞から見てロミオ役に必要なのはどんなことだと思われますか。それ理想像。ロミオのね。はい。さっきね話したんですよ。マネージャーさんたちと、はい、どうやら大変だったらしいじゃないですか。くるみちゃんたちと男目線からで言うと、うん、めめしくてでもなんか守ってあげたい、うん、なんかそばにいて悩みも聞いてあげて、うん、こうなんかみんなで解決してあげたいみたいなのがなんかロミオなのかなっていう、うん、なるほど。相当こう特別なオーラが出てる人ですよねきっと、なんか一つその集団から何か違う色を持ってる人とか、うん、だから誰よりも優しいんじゃないかなって俺はなんかこう思うかな。なるほど。優しいというかそのルールに背きたいっていうのがあっても、うん、親のルールを守ると親が傷ついてしまうから守ってる自分とか、うん、なんかそういうところにジュリエットも惹かれるんじゃないかなって俺は、うんうん、だってあの舞踏会に忍び込むのも、うん、一応口実は仲間たちがもうまた喧嘩しないようにっていう監視役でみたいな、それだけだから、ね、そんな人いるみたいなそんないいやついるっていう、うん、なるほど。マーキューシオってロミオの腕の中で死んでいくじゃないですか、うんうん、その時って、まあ、稽古もそうですけど本番もそうですけど、うん、ああいうのってどうやって作り出したんですか？いやまあでもその形っていうのは小池さんの中で決まってて、うんうん、あ決まってる。そうそう。でもなんかポンってその動きを渡された時に意味がわからないというか、あこう自分がその不良設定で作ってやりたい放題暴れまくった後で、うん、なぜここまでそのなんか、うん、あ九州行かないでくれって俺にはお前だけが必要なんだみたいな感じになるのかってなった時に、俺も暴れる理由を考えなきゃいけないんだなと思ったんですよ、うんうんうん、マーキュー賞、うんうん、ただ性格的に暴れたいとかじゃなくて、うんうん、友達に嫉妬することある、わかる、友達に、まあ、恋人じゃなくて、はいはい、仲いい友達がなんか他のやつと仲良くしたら嫉妬するみたいなことがマーキュー州に起きてるんじゃないかっていう、ど、でどっかでベンボーリオの方がなんか本当にいとことか血つながってるし、うん、なんか本当に切っても切れないものがあるんだな、でもちょっとその外にいる俺はなんかあんまり仲良くないのかなとか、あなんかそういうところでロミオのことすごい好きなのに構ってもらいたいっていうだけでこう暴れる感じになったみたいな、うん、マーキューショーに俺はなって、で最後に暴れた結果腕の中で、だからマーキューショー的にはちょっと幸せ、あ最後もうここまでしてやっぱ構ってくれた、ジュリエットでも何でもなく友情だったんだなみたいな感じで死んでった記憶がありますね。めちゃくちゃ本当はいいやつじゃないですか。そうそう、なのになんかちょっと若さがあってひねくれちゃったというか、うん、ツンデレなんですね。そう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 、なるほど。表現方法がそれしかなかった、かまってって言えなかった暴れるっていう、そう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 、なるほど。